私にとって海とは、人が作り出すことのできないとても大切な父と母のような無限の愛をくれるものです。山崎あよみさん、愛媛県忽那諸島中島出身。大好き中島、瀬戸内の西海桜代表として、中島はもとより忽那諸島活性化のため日々邁進している、いつも笑顔の元気な女性です。海があり山があり、この自然の空気、海からの匂い、山からの匂い、もうそんなどこにも作れない自然のものが大好きな中島大好きです。中島の海、穏やかな海ですね。でも冬になると荒れるし、毎日穏やかといってもいつも顔が違いますね。市町村合併の時に何が中島に必要かなと思った時に、私はあの観光の目玉、癒されるこの海と山の中で桜を植えて、日本一の桜の島にしてみんなに来ていただきたいと思ったので、それを植えることにしました。桜を植えることはもとより、その花の開花の時に春祭りでみんなに中島離れた人、まあ、都会の人に集まっていただく活動、お花見を通じてみんなに戻ってきてもらいたい、集まってもらいたいという活動をしています。まず、まあ自力での植樹は、売れる土地探し、苗代、その労力に苦労しました。山崎さんは桜の苗木の購入資金を賄うために、島の特産であるみかんを使った商品を作ろうと考えました。そこで山崎さんが自宅でも作っていたみかんの果汁を練り込んだうどんを商品化することに決めました。みんなと活動に行ってうどんを作るときに、その仲間たちとの一日の時間が楽しい。その人たちと触れ合って、みかん食べてくれた、うどん食べてくれた人の笑顔で人とつながれること、その思いでこの活動は有意義なもんだと思いました。それによって桜の苗を変えていくことが何よりもの宝やと思うようになりました。中島桜もね、3年ものが13年経ったから16年になってるんですよね。そしたら大きくなってます。すごく立派に育ってます。船から桜山が見えるんですよね。それが今あの船からみんな見えるようになって、私にも見える。すごい、そのなんか桜の声が聞こえるんです。嬉しいです、すごく。山崎さんは中島の有名人。どこに行っても声をかけられ、また声をかけます。バイタリティあふれる山崎さんのもとには、自然に多くの人が集まってきます。島に来てくれる人たちがどうすれば喜んでくれるかを考え、また喜んでくれる姿を見ることが何よりも嬉しいと言います。とにかく明るい。そうですね、はい、何でも一生懸命やる人です。人のためにすごく、はい、はい、誰でも弥生ちゃん言うてね、もう声かけてね、本当に人当たりが良くて、もうやる、何でも何に対してもやる気満々でね、頑張る人。辛い時は海を見ていると自然と癒されます。その荒々しい海やったり静かな海、一日として同じ海はないんですよね。同じその海がない、海の音とか匂いとか、特にあの島を離れて帰ってくると匂いがします。そんなんはここでしか味わえない自然のもの、もう宝物だと思います。私にとって理想の海は、青く澄み切った透明な綺麗な海です。夢はこの島にいつかこの海と山、桜を見に帰ってきてくれる人、来てくれる人で、笑顔あふれる島を私は作って待っていたいです。いつも元気いっぱいの山崎さん。島の人々の優しい人柄、そして島の風土と自然の恵みに感謝しながら、今日も笑顔でみかんうどんを振る舞っています。海と日本。